今ですね、前回ね、出演いたしました早崎うまい君がですね、花束を持って駆けつけておりました。どうもありがとうございます。しかしあれね、女性版、海外版光源氏みたいで、そうそう、かっこよいね、うん、なんかね、近未来のね、なんかブレードランナーがやってきたみたいな感じも後ろから見ててありましたね。日本語でちゃんと歌ってて、あんなに正しいのよ、うん、えらい訓練積んでるんですね。言ってよ、まやさん。なんかあの、今回のスターライトエクスプレスは、僕が出てた時のスターライトエクスプレスよりももっとこのエキサイティングに、あのレースの方もショーの方もやるそうで、僕もあのオープニング見に行くんですけど楽しみですね。前回やっただけあって思い入れあるからね。ええ、もう本当に懐かしいですね。あの前にその共演した人もこの中に含まれてるわけ。ええ、あのデビーとニッキーは、うん、あの一緒でした。あ、そう、実はね、なんで彼女だけロンドン娘の中に入っていながら参加してないかというと、練習中に今ギブスはめてますけど首を痛めたという。 Yes, we had an accident. I skated and smashed in the room. ハードなトレーニングをしているということですよね。じゃあ今日は怪我人が2人いると。この人が、プロデューサーの渡辺さんが一番可愛いって言ってた人。ああ、そうだったのか。ね、一つ皆さん4人で頑張っていただきたい。それはマイク訳さなくて結構というわけでございましてですね、スターライトエクスプレスのロンドン娘の皆さんでございました。